本作の舞台となる、アイオワ急戦艦、ミズーリ。環状シーンの撮影には退役後アラバマ州で、記念館として、渓流保存されているサウスダコタ急戦艦、アラバマの外見を、ミズーリ風に改装したものが使用されている。沈黙の戦艦は、1992年に公開されたアメリカ合衆国のアクション映画。スティーブン・セガールとトミー・リー・ジョーンズが共演した。 アクション映画。監督はアンドリュー・デイビス。第65回アカデミー賞で2部門にノミネートされた。洋上の戦艦を舞台とするアクションを描いた本作は、劇場公開当時、海のダイ・ハードと称され、もともとは海が舞台の予定だったダイ・ハード3の内容が変更されたと言われる。放題。 沈黙の戦艦は当時ヒットしていた日本の漫画沈黙の艦隊に習ったものである。現代のアンダーシーズは日本語に分けするなら法以下や四面祖化の意。本作以降、セガール主演作のほとんどに沈黙のマイナスの放題がつくこととなり、各映画の公開時や映像ソフト発売時に沈黙シリーズ最新作と歌われるまでになっていった。なお、 日本で本作の続編と歌われた沈黙の要塞とは全く無関係の作品で本作と一部のキャストが共通する正式な続編は暴走特急である。退役を迎えハワイからアメリカ本土のサンフランシスコへ向けて最後の航海に出たアメリカ海軍のアイオワ急戦艦ミズり」リ。艦長アダムス大佐のサプライズ誕生日パーティーのために ミュージシャンやケータリング業者がヘリコプターでこの艦を訪れる。しかし彼らの正体は元 CIA エージェントのストラニクス率いるテロリスト一味だった。水売り副長のクリル中佐が一味を手引きし、館内の警備体制をあらかじめ緩めていたのだ。一味はアダムス大佐を殺害し、他の乗員たちを船倉や船室に監禁する。彼らの目的は 艦に搭載されている各弾頭搭載と魔法区、巡航ミサイルを奪い、ブラックマーケットへ転売することだった。乗員の中でただ一人難を逃れたのは、クリル中佐とトラブルを起こして、保冷倉庫に閉じ込められていた国区長のケーライバック兵装。その蘇生は、海軍特殊部隊、ネイビーシールズ対テロ部隊の元指揮官だった。 ライバックはパナマ侵攻作戦で情報の行き違いから部下を多数死傷させ当時の情報証拠を泡出して降格処分になっていた。それをアダムスが不憫に思い自分の手元に置いて前歴を伏せたまま放水所に配置していたのである。サプライズのためにケーキの中に潜んでいた女性ダンサーの冗談テートや徐々に救出した同僚とともにライバックは テロリスト一味への反撃を始める。ストラニクスは、部下殺害の手際の良さやオーブンを利用した、即性爆弾を見て、敵がプロであると察する。一方、クリル中佐は、ライバックの経歴を調べ上げると、戦争に注水して、乗員たちを皆殺しにしようと画策。さらに救出に来た、海軍特殊部隊のヘリコプターを、携帯対空ミサイルで撃墜させる。 しかしライバックも、艦内のテロリストを次々に退け、さらには、一味の脱出用潜水艦を破損させた上で、ミズーリの手法で撃沈。そしてストラニクスも1対1の対決の末に倒す。すでに発射されていたトマホークも、空中爆破に成功し、ミズーリは、ようやく解放される。一見落着の後に営まれた葬儀の場で、ライバックたち、水売り上院一同と弟は、 アダムス艦長に別離の敬礼を送る。ワーナーブラザースホームエンターテイメント発売の吹き替えの力シリーズ沈黙の戦艦日本語吹き替え音声追加収録版、ブルーレイには VHSDVDBD 版に加え、初回放送時にカットされたシーンを追加録音したテレビ朝日版の吹き替え版が収録。また、初回放送当時の淀川長春による解説を、 収録した特典映像 DVD が付属している。ありがとうございます。